はい、こんにちは、116インズです。アトランタブレイブスの優勝で2021年の MLB 幕を閉じましたが、と同時にオフシーズンが開幕しましたね。コンフは労使協定の関係で選手の移籍やトレードが途中で完全にストップする可能性があるオフで、正直どんな感じに選手が動いていくのかあまり予想ができないんですけれども、早速いろいろ動きがありました。まずマリナーズの菊池選手、マリナーズが4年分の契約オプションを破棄することは、後半戦の菊池選手のピッチングがああなってしまった以上やむを得ない部分がありますが、菊池選手自身もオプションを破棄して FA となる選択を下したのは少々意外でした。またレッズのニック・カスティアノス、彼今季 OPS 9割3分9厘とバッティング面でキャリア最高の年となりましたので、レッズとの契約を2年残してオプトアウト FA となることを選択しましたし、一方で今季いろいろごたごたがあって後半戦全く投げることができなかったドジャースのトレバー・バウアーはオプトアウトを辞退し、ドジャースに残る選択を下したことも報道されていました。この他、個人的にマリナーズに来て欲しかったレッズのタッカー・バーンハートがタイガースへとトレードとなったり、これまたレッズのウェイド・マイリーがウェーバーでカブスへの移籍が決まったりと、早速選手の移籍も発生しているところで、おお、こう動くかとすでに様々驚きもあったりしましたが、ただやはりオフが始まってまだ数日ではあるんですけれども、これを超える驚きはおそらく出ないでしょうね。ジャイアンツのバスター・ポージーの突然の現役引退の表明、本当に衝撃的でした。ポージーといえばジャイアンツ一筋12シーズンプレーした名キャッチャーで、昨年はコロナ感染が拡大する中で双子が生まれたばかりという状況を考慮して出場辞退を選択した彼ですが、2年ぶりのメジャーで今季復活の1年となった選手ですよね。ジャイアンツも相当ポージのコンディションに気を使って3日に1回は休ませたりですとか、ナイターの翌日のデーゲームもオフにしたりと、様々工夫を凝らした結果、113試合で打率3割4厘、 OPS も8割8分9厘とキャッチャーでなくとも素晴らしい成績を残し、また来季2200万ドルのクラブオプションがありましたので、ほぼ間違いなくジャイアンツはこれを行使するであろうと予想されていましたが、まさかの現役引退。このニュース見た時、初めはちょっと信じることが正直できなかったです。それくらいポージの引退は私の頭の中にありませんでしたし、おそらくこの動画をご覧の方も私と同じ気分だったのかなと勝手に思っていますが、いやー、今季ジャイアンツが予想をはるかに上回る107勝を記録できたのも、このポージを含めベテランが一斉に復活したというのが大きかったですし、その中でも扇の要であるポージの存在はひときわ大きなものだったと個人的には思っていましたので、ジャイアンツとしてもこのポージの穴というのはかなり痛いかもしれませんね。我々ファンにとっては予想外だった今回のポージーの引退ですが、ただ本人は今季始まる段階で今季が最後のシーズンになるかもしれないということを考えていたようなんですね。昨年家族を優先して出場辞退を選択したように、家族との時間を増やしたいという思いがあったりですとか、また長年キャッチャーという負担の大きいポジションを担ってきたことによる身体面の負荷が理由としてあったようなんですが、今季1年プレーして気持ちが揺らぐかどうか確認したところ、そこに変化はなかったと。ポージーは出場辞退を選択する前年、2019年は攻撃面でレギュラー定着後でキャリア最低クラスの成績を残しましたが、今季戻ってきたのはまだまだ自分が MLB で高いレベルでプレーできることを証明するための1年という側面もあったようで、本人曰く全てを出し切ったそうなんですが、実際成績の面では見事にそれを証明するシーズンとなりましたし、チームも MLB 最高の107勝、ワールドチャンピオンにこそ残念ながら手は届きませんでしたが、本人としてはやりきった、悔いは全くなかったんでしょうね。 NLDS でジャイアンツがドジャースに敗退した後には、家族との時間を増やしたいという旨のコメントをしていたのが、今思えば今季限りでの引退を示唆したものだったんでしょうが、引退会見の最後に野球は最高だと語り、大好きな野球との別れを告げることとなりました。家族のために昨年出場辞退を選んだ選手らしい、家族思いのポージーらしい選択のようにも個人的には思いましたね。またポージーは先ほども触れた通り、引退を検討した理由に身体面の負荷を挙げていましたが、引退会見の中でも体の痛みのせいで野球を楽しむことが難しくなってしまったということも話していました。これを聞くとキャッチャーというポジションを頭ではもちろん分かってはいるんですけれども、ポージークラスの選手がこういう発言をするくらいですし、本当に過酷なポジションなんだなと痛感しましたね。ポージーはキャッチャーとしてはかなり安定して毎年フルシーズンプレーしていた印象が個人的にはありましたが、ただ実際には後にコリジョンルール制定につながるきっかけとなった2011年のホームクロスプレーでの大怪我もありましたし、この他脳震盪による離脱も近年はありました。2018年には股関節の手術を受けて長期離脱をしたこともありましたし、体の面では万全とは程遠い状態だったんだろうなと勝手ながら思ってしまいましたし、本人のコメントからしてそれはおそらく間違っていないんでしょう。34歳という年齢を聞くと、ポージークラスの選手であればまだまだ現役を続けてもおかしくなさそうなところであるんですが、体の面では限界に近く、今季始まる段階で引退を検討したのも、それは彼にとっては極めて自然な考えだったんでしょうね。
ポージーほどの選手が12年の選手生活で引退してしまうことになったのは残念ではあるんですが、それだけキャッチャーが過酷であることを物語っています。ただ12年間のプレーではあれど、ポージーは間違いなく2010年代を代表する名キャッチャーの一人だと思いますし、輝かしい実績を残してきましたよね。ジャイアンツは2010年代に3度、2010年、2012年、そして2014年と世界一となりましたが、ポージーは全てのシーズンでチームの中心選手として活躍していましたし、2010年は新人王、2012年は MVP とリーグ全体で見ても優秀な選手であったのは間違いないでしょう。キャリアでオールスターに7度選出され、シルバースラッガー賞4回、ゴールドグラブは1回にとどまっていますが、これは同じリーグにヤディア・モリーナという大きな存在がいたからという要素が影響しており、決して守備面が悪かったという話ではないと思っていますし、なんならポージーはバッティングのみならず守備面も素晴らしいキャッチャーだったかなと思っています。 MVP となった2012年は首位打者にも輝いていることからも分かる通り、器用なバッティングができる選手ですし、通算打率3割2厘ですからね。キャッチャーという枠にとどまらず、野手全体で見ても高い攻撃力を誇った選手だったと言えるでしょう。通算のヒットの数は1500本ジャストで終わることになりましたが、もっと現役生活を続けていれば間違いなく2000本、なんならキャッチャーでなければ3000本ぐらいいけたんじゃないですかね。バスターポージーは単に打てるキャッチャーにとどまらない存在でしたし、世代を代表する特別な選手でした。個人的にはその特別さを確立させたのは2012年の復活かなと思っています。前年にクロスプレーで大怪我を負い、一時は選手生命も危ぶまれたほどで、正直シーズン前ポージーがどれほど以前のパフォーマンスを取り戻せるのかかなり不安があったんですが、いざ開幕してみればむしろ本当に怪我をしていたのかと疑いたくもなるような内容で、148試合でリーグトップの打率3割3分6厘、OPS9 割5分7厘とバッティング面でキャリア最高の1年を送りました。この成績をバッターにとって厳しい環境である AT&T パークでキャッチャーをメインに守りながら残したのがまたすごく、 OPS プラス171は MLB トップ、ポージーの活躍もあってチームは世界一、ポージー本人は文句なしの MVP に感覚賞を受賞となりまして、このシーズンはいかにバスターポージーという選手が特別な才能を持った選手なのかを知らしめた1年だったのかなと私は思っています。2011年のクロスプレーは今見ても痛々しく、当時は果たしてポージーが再びマスクをかぶる日が来るのかとすら思いましたが、そんな不安を一蹴するくらいの圧倒的なパフォーマンスでしたね。バスターポージーと聞くと個人的にはやはりこの年の活躍が印象的で、ジャイアンツファンの間でもこれから語り継がれることとなるんじゃないでしょうか。ジャイアンツの黄金期を支えたポージーが去り、来季から新しい時代が始まります。ポージーの後釜としてはおそらく2018年ドラフト全体2位指名のジョイ・バートが入ることが現段階では有力視されており、チームもドラフト当初からポージーの後継者としてこのバートを考えていたことでしょうから、ついにその時がやってきました。ただバートもまだ MLB で通算35試合と経験が浅く、チームは今季ポージーの控えを務めたベテランのカート・カサリとも再契約の意向を示しており、またこれ以外でもキャッチャーを確保するなどしてバートをサポートする体制を構築していく模様です。3度の世界一に MVP など殿堂入りクラスの活躍を見せたポージーの穴はそうそう埋まらないとは思いますが、今季すでに証明したようにジャイアンツはここからしばらくは MLB の中でも強豪と呼ばれるチームになるでしょうし、その中でこのバートはどんな時代を築いていくんでしょうかね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。